皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は、神奈川県横浜市の羽沢横浜国大駅から埼京線直通電車に乗車しています。列車は羽沢横浜国大駅に到着です。駅の乗降は JR と合わせて2万4000人です。ここから JR 東日本線となります。次は武蔵小杉に止まります。羽沢横浜国大駅で相鉄新横浜線と分岐します。新横浜駅へは2023年3月に開業します。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は埼京線直通各駅電車新宿行きです。次は今、下の線路がトンネルに入りましたが、こちらが新横浜駅方面です。そして、JR 貨物の横浜羽沢駅から東海道貨物線に入ります。この直通線のトンネルに関しては、今の分岐器が境界線です。反対側のトンネル建設では営業中の貨物列車の合間を縫ってトンネルを掘る必要があり、安全を優先した結果開業が延期になりました。この羽沢付近の旅客化についてはかねてから旅客化が要望されていました。この計画を踏まえ乗り換えが不要になる都市鉄道等利便増進法の適用など適用した結果現在の姿に至ります。貨物線のため沿線の騒音に配慮したトンネル区間となっています。生麦付近の出口までこの状態が続きます。そのため羽沢横浜国大駅から次の武蔵小杉駅までは所要時間が15分です。緑川も品川駅から京急線経由で帰宅の最中です。いつもの乗り慣れた路線にほっと一安心です。羽沢横浜国大駅の次の駅、鶴見駅です。ホームがないため通過となりますが、運賃上は隣の駅です。東海道線と分かれ品格線と呼ばれる区間へ入ります。隣の線路は戸塚駅まで乗車した横須賀線湘南新宿ラインです。こちらは貨物列車と走る東海道貨物線です。奥から見えてくるのは JR 南武線尻手駅からの支線です。東京貨物ターミナル駅につながっています。そして相鉄線直通電車の楽しみはこの新鶴見機関区の裏側です。新宿行きはこのように留置している機関車をじっくり眺められます。新鶴見機関区が過ぎると武蔵小杉駅となります。この区間はとても空いている区間なので、女子服着て初めてのお出かけにはおすすめの区間です。
蔵小杉駅は川崎市中原区に位置しており、駅の乗降は9万1000人です。かつてはここは貨物線で東急線と南武線のみの駅でしたが、 JR 横須賀線の駅が設置されるとどこにでも行ける駅へと進化しました。そして付近には工場の敷地があったので、タワーマンションの住宅地に転換し、人口が急増しました。それでは今日も武蔵小杉駅で降りることにしましょう。大阪方面への帰宅の新幹線も眺めることができます。人口の増加に伴い、武蔵小杉駅ではもう一つホームが新設されます。これによりホームの混雑が大幅に緩和される予定です。それでは今回はこの辺で、次回に続きます。ご視聴いただきありがとうございました。